松平健さんって暴れん坊将軍なの？君の肩に悲しみが、雪のように積もる夜には、心の底から誰かを愛することができるはず。孤独で君のからアポのそのグラスを満たさないで。もう本番始まってんの？本当？11月28日お誕生日おめでとうございます。スタート。ポーン。15歳 A 型、52kg、171cm、菊丸英二様、テニスの王子様、プレースタイル、サーブ&ボレーヤーだってさ。お誕生日おめでとうございます。あといきなりのドアップだったね。ポーン。ゴンゾウ様、世紀末リーダー伝たけし、ボス的存在、かなり強い子だよ。お誕生日おめでとうございます。ほーん。42歳 B 型、八木咲様、フリーアナウンサー、出身地アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスだって。好きな食べ物カレーライス。お誕生日おめでとうございます。ポーン。42歳 AB 型、遠野飛鳥様、出身地千葉県我孫子市だって。かっこ元宝塚歌劇団星組なだってさ。女優さん。好きな食べ物チーズケーキだって。お誕生日おめでとうございます。ポーン。43歳、糸井王子様、出身地三重県四日市市、 NHK アナウンサー。好きな食べ物ポテトチップスだってさ。ポテチ美味しいよね。お誕生日おめでとうございます。ポーン。43歳 O 型、寺野哲司様、出身地神奈川県横浜市だって。 NHK 福井放送局アナウンサー。好きな食べ物エビ蒸し餃子だってさ。美味しそう。お誕生日おめでとうございます。ポーン。45歳 A 型、バカリズム様、出身地福岡県田川市、お笑いタレント、ナレーター、司会者、脚本家、俳優、作詞家だって。好きな食べ物豚骨ラーメン。お誕生日おめでとうございます。ポーン。48歳 O 型、松雪泰子様、出身地佐賀県鳥栖市。好きな食べ物白米、寿司、特に小肌、蒸しパン、麺類だって。お誕生日おめでとうございます。ポーン。51歳 B 型、堀内健様、出身地神奈川県横浜市だって。かっこネプチューン、お笑いタレント、俳優。好きな食べ物ドリアだってさ。堀内健さんって面白いよね。お誕生日おめでとうございます。ポーン。52歳 AB 型、健様、ラルク&シェールのギタリスト、出身地滋賀県米原市だってさ。お誕生日おめでとうございます。あれれ、今日多くないですか？ポーン。52歳、金清あさみ様、出身地東京都、元 NHK シニアアナウンサーだって。お誕生日おめでとうございます。ポーン。53歳 A 型、原田知世様、出身地長崎県長崎市だって。女優。好きな食べ物チゲ鍋、そば、団子だって。お誕生日おめでとうございます。ポーン。53歳 A 型、蓮舫様、出身地東京都、政治家。好きな食べ物おはぎだってさ。おはぎたまに無性に食べたくなる。誕生日おめでとうございます。ポーン。54歳 B 型、安田成美様、出身地東京都文京区、女優、ナレーター、歌手。好きな食べ物タコスだって。木梨憲武さんの奥さんだね。お誕生日おめでとうございます。ポーン。
84歳 A 型里見幸太郎様、出身地静岡県富士宮市、俳優歌手、富士宮焼きそばで有名なとこだね。あと里見幸太郎さんって言ったら水戸黄門だね。お誕生日おめでとうございます。ポーン。59歳 B 型小木重光様、出身地福井県福井市だって。俳優、好きな食べ物、きみしぐれ。きみしぐれ言われてもわかんないよね。なんかね、和菓子みたいだよ。ポーン。63歳 A 型松木康太郎様、出身地東京都中央区だって。過去元読売クラブサッカー選手、指導者、解説者。好きな食べ物、おこげのおにぎり、うなぎタレがけ。なんかさ、レストランのメニューみたい。お誕生日おめでとうございます。ポーン。67歳 B 型松平健様、出身地愛知県豊橋市。俳優、歌手、好きな食べ物、寿司、カレーライスだって。あの、暴れん坊将軍の人だよね。あとさ、マツケンサンバの人。そんな感じ。お誕生日おめでとうございます。ポーン。73歳 AB 型渡辺篤様、出身地茨城県下妻市。俳優、タレント、ナレーター。お誕生日おめでとうございます。ポーン。30歳 A 型力也様、ザ・ランページダンサー、出身地青森県だって。好きな食べ物、お寿司、お肉。お誕生日おめでとうございます。ポーン。31歳 A 型伊藤京子様、出身地愛知県名古屋市だって。好きな食べ物、サバ寿司、グリーンカレー、たこ焼き。お誕生日おめでとうございます。ポーン。野田クリスタル様、34歳 A 型野田クリハンバーグかっこマジカルラブリー、お笑いコンビ。出身地神奈川県横浜市南区だって。今港区って言いそうになった。好きな食べ物、ハンバーグだってさ。お誕生日おめでとうございます。ポーン。40歳 A 型ダルビッシュ健二様、出身地福岡県だって。ゴールデンボンバー、好きな食べ物、カロリーメイト、ネイチャーメイド、マックのチーズハンバーガーだって。筋肉ムキムキのダンスうまい人だよね。お誕生日おめでとうございます。ポーン。17歳 B 型カイココア様、出身地広島県広島市。 STU48 アイドル、好きな食べ物、お好み焼きだって。お誕生日おめでとうございます。ポーン。24歳 AB 型松本渡様、埼玉西武ライオンズプロ野球選手、出身地兵庫県朝来市だって。お誕生日おめでとうございます。ポーン。26歳 A 型佐野啓太様、横浜 DeNA ベイスターズプロ野球選手、出身地岡山県岡山市だってさ。お誕生日おめでとうございます。ポーン。29歳 O 型川北麻衣子様、ファッションモデル、女優、タレント。出身地アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタンだって。好きな食べ物、生ハム。出川ガールズでさ、お嬢って呼ばれてる人だよね。お誕生日おめでとうございます。今日は何の日のコーナー。ポーン。太平洋記念日。1520年のこの日、ポルトガルの航海者マゼランが、後にマゼラン海峡と命名される南米大陸南端の海峡を通過して太平洋に出た。天候が良く平和な日が続いたため、この海をパシフィックオーシャン、平和な穏やかな太陽、太平洋と名付けた。マゼラン自身はフィリピンで原住民に殺されたが、彼の船は初めて世界を一周して帰国し、地球が丸いことを証明したんだってさ。すごいね。ポーン。生還記念日。大蔵省現在の財務省が1952年に制定。1872年のこの日、運上所の故障が
生官に統一されることが決定されたんだってさ。2ページ目、プチポーン、独立記念日、アルバニア。1912年のこの日、バルカン半島のアルバニアがオフマン帝国から独立を宣言したんだって。ポーン、独立記念日、モーリタニア。1960年のこの日、西アフリカのモーリタニアがフランスから独立したんだって。ポーン、スペインからの独立記念日、カッコパナマ。1821年のこの日、パナマがスペインから独立し、シモン・バリボル率いる大コロンビア帝国の一州となった。1903年にコロンビアから独立して単独の国になってるんだってさ。最後はマクタンの言いたいことだね。ポーン、マクタンの晩ご飯、サバ定食だって。クロコも同じの食べるらしい。ポーン、マクタンの言いたいこと。緊急宣言って言葉がトレンドで上がってきてるよね。マクタンが思うに、コロナってさ、人によって意識が違うからさ、そこら辺をどうにかした方がいいと思うんだよね。ちょっと過激なこと言うかもしんないけどさ、外出時はマスクの着用の義務化とかさ、例えばマスクしてなかったら罰金とか厳しいね、罰則が必要なのかもしんないってマクタン思うよ。今日も真面目な話しちゃったね。本日のマクタンもこんな感じでした。明日もよろしくお願いします。また明日、バイバイ。